こんにちは。日頃からビーグレーンをお使いいただきましてありがとうございます。セラピストのゆうこです。とにかくお家で過ごすことが大切な今、少しでもお家にいる時間が有意義で楽しくなるような短い美容のコンテンツをお届けしたいと思います。お家で美人塾の第1弾ではハンドケアについてご紹介させていただきました。第2弾の今回は冷蔵庫にある食材で作るピーリングパックをご紹介します。手作りパックは成分が分かっているので安心して使えるスキンケアアイテムになってくれます。意外な食材で透明感やハリ、ツヤがアップしますよ。プレーンヨーグルト大さじ1/2、無糖タイプを使います。蜂蜜小さじ1、小麦粉小さじ1から2を加えて好みの硬さに調整します。よく混ぜます。このままでも十分パックとして使えますが、ちょっと欲張ってアレンジを加えたいと思います。肌にハリが欲しい、若々しさを保ちたいという方はごまを加えます。保湿と美白をしたいという方は紅茶を加えます。紅茶にはタンニンやハイドロキノンが含まれますので、日焼け後の肌にも最適です。紅茶のパックは使用済みのティーバッグの水気を絞って中身を取り出し大さじ1加えます。なるべく細かい茶葉がおすすめです。ごまのパックは練りごままたはすりごま小さじ1を加えます。ごまは黒でも白でも金でも構いませんが、練りごまの方が細かいのでおすすめです。完成です。アレルギーがなくても肌にのせる前に肘の内側でパッチテストをしてからトライしましょう。今日はどんな感じになるかお見せするために2種類を頬にのせていきます。皆さんは洗顔後に目と口の周りを避けてお顔全体に塗ってください。ごまのパックからのせていきます。紅茶のパックものせます。顔全体に塗って余ったものは首や手の甲、肘や膝にもお使いください。このまま5分から10分置きます。じゃあそろそろぬるま湯で洗い流してきます。洗い流してきました。どうですか？ハリとツヤが出てます。パックの後は化粧水やクリームなど普段通りのお手入れを行いましょう。古い角質も塞がれますので、家の中にいても日中行う場合には必ず日焼け止めも塗るようにしましょう。行う頻度は肌の状態によりますが、週1ペースがおすすめです。防腐剤は含まれませんので作り置きはできません。他にピーリング効果のある洗顔やパックをする際は別の日に行いましょう。お家にあるものでパックが作れるのは嬉しいですね。
お家で過ごす時間が自分の肌や心をいたわるとっておきの時間になりますように。それではまた次回の配信もお楽しみに。